私が後で食べようと思って大事にしていたカントリーマアムジュワルバター味をなんで食べちゃったのかな。パワーちゃんはもうちょっと考えて行動しないといけないね。レンジ君も彼女を制御しないと。え、俺も。パワーちゃんは人間になる前は血の悪魔だったから、冷蔵庫のものを勝手に食べちゃいけないっていうルールを知らないの。それにすぐ興奮しちゃうし、デビルハンターには向いてなかったのかな。こう、こいつが殺せって言ったんじゃ。はあ、言ってね。よくそんな嘘が言えたもんだな。嘘じゃないわい、言った。この人間が食べてもいいって言ったんじゃ。本当じゃ。こわっ。はあ、マキマさん、この悪魔嘘つきですぜ。逮捕だ逮捕、嘘なんとか罪で逮捕だてめえ。違う、こいつが食べろって言ったんじゃ。悪魔は嘘をつけない。嘘をつくのは人間だけじゃ。なせてねえよ、てめえが勝負だ、バカ。くそ野郎だよ。わしは食えって言われたんじゃ。バカ、やめろ。この、やめろ。ほら、わしとかなんとかキャラ作りやがってよ。キャリーな。静かにできる。できる。あ、偉いね、パワーちゃん。正直どっちが食べたとかはどうでもいいかな。私は二人の活躍が見たいんだ。私に活躍見せられそう。見せる。お、胸を揉みたいと思っている場合じゃないかもしれない。お、ジュース飲めるなんてよ、俺にとっては夢みたいなことだぜ。だけどこのままヘマ続けたらジュース飲めなくなるどころの話じゃねえぞ。だからって嘘つき女と協力なんてできねえけどな。わしが仲良くできるのは猫だけじゃ。人間は嫌いじゃ。人間がわしに何かをしたからではない、悪魔の本能みたいなもので嫌いなんじゃ。そして悪魔も嫌いじゃ。悪魔はわしの飼ってたニャークを連れ去ったからな。ニャークを取り戻す前にわしはマキマに捕まってしまった。もう殺されてるかもしれんが諦めきれん。わしは悪魔からニャークを取り戻せるなら人間の味方でも何でもしてやる。猫ごときにと、ウヌには分からぬ感情じゃろうがな。猫？くだらねえな。俺は胸揉めるっちゅうことなら何でもできるけどよ。やはり人間とは分かり合えぬの。ああ、でも犬だったらまだ分かるかもな。ニャークを悪魔から取り戻してくれたら胸を揉ませてやると言ったらどうする。悪魔がよ、猫をよさらうなんてよ。おお、そんなことは許せねえよな。おお、デビルハンターとして許せねえ。おお、そんな悪魔俺がぶっ殺してやるぜ。ニャークをさらった悪魔の場所は分かっとるんじゃ。問題はウヌしか戦えぬことじゃ。わしの姿を見られたらニャークを盾にされちゃうからな。そうなったら罪じゃ。俺もポチだっていう悪魔飼っててさ、もう撫でることはできねえんだ。でもいいんだ、俺のここで生きてるからな。人間は愚かじゃな。そりゃポチタが死んだってことじゃろ。死んだ命は無じゃ。心の中にいるだろなんだろは浅ましい慰めじゃ。そこの家じゃ。あそこにニャーコと悪魔がいる。はあ、じゃあさっさと行くか。貧血のあるからチェーンソーにはなりたくねえな。あ、チェーンソー。ああ、俺チェーンソーなれんの。人間の冗談は笑えんな。あ、うん、どうした。てめえが姿を見せたら猫を人質にされるんだろ。こんな近くまでついてきちゃダメでしょ。おお、そういう設定じゃったか。設定？言い間違いじゃ。うバカじゃが、勘は良かったの。随分と私を待たせたな、血の悪魔よ。逃げたのかと思ったぞ。文句を言うな。わしもやっと外に出られたんじゃ。望み通り人間を連れてきたぞ、コウモリ。久しぶりの食事。若い男か、精力の出る血が飲めそうだな。この腕の傷を見ろ、人間。貴様らにつけられた傷、この私を隠れざるを得なくした忌々しい傷だ。知るか、バーカ。食事が吠えるな。人間に刻まれた傷、人間の血で癒させてもらう。うわー、な、ぐわー、
随地で復活してしまったではないか。口の中が気持ち悪い。他の人間で口直しをしなければ。よくわしの話を信用できたもんじゃの。やはり人間は愚かじゃ。コウモリの悪魔、約束通り人間を連れてきたんじゃ。ニャコを返してもらう。ああ、そういう話だったか。私にまずい血を持ってきた罰がまだだったな。にゃこ、ポチタをもう撫でれんと言っておったな。ウヌの気持ちが分かったぞ。ひどい気分じゃな。あっと、ここでコウモリの悪魔がパワーちゃんに襲いかかってきた。さあパワーちゃん、これを倒すことができるか。あーっと、パワーちゃん、コウモリの悪魔に食われてしまった。うわー、口の中が気持ち悪いぞ。子供の血でうがいをしなければ。あー、俺の胸返せ。さあ、チェンソーマンが怒って変身したぞ。コウモリの悪魔とのバトル、どっちが勝つんだ。チェンソーマン足に食らいついていく。コウモリの悪魔も負けてない。さあ、どっちが勝つんだ。全く分かんない。おっと、チェンソーマンがコウモリの悪魔を倒してしまった。く、悪魔だと。だがわしには必殺技がある。これでも食らうがいい。おっと、一度は鎧高に思ったコウモリの悪魔がなんと必殺技を用意していたらしい。なんと口から超音波のビームを吐いている。さあ、これはどうなっちゃうんだ。あーっと、チェンソーマンがやられた。人間を食いに行くぞ。くそ、やられちまった。誰か助けてくれ。おい、デンジ、やられてるって聞いたぞ。大丈夫か。お前はらしい。なぜここに。なぜって、お前たちが出てくときにパワーちゃんが書き置きをしてたんだよ。2時間経っても戻ってこない場合は発信機を使って後をつけてきてくれって。なんだと。パワーのやつ、まさかこの展開を予想していたのか。それよりらしい、あいつだ。うわ、なんだあいつ、めっちゃ気持ち悪いな。コウモリの悪魔だ。あいつを倒すのに協力してくれ。よし、任せろ。俺もサメの悪魔に変身する。ドン、サメ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 、ヒャッハー。さあ、力を合わせてあいつを倒すサメ。さあ、二人がかりで倒すことができるか。まず行ったのはサメの悪魔だ。しかしコウモリの悪魔もね、飛ぶことができるからね。ああ、サメの悪魔やられてしまった。そしてチェーンソーマンとコウモリの悪魔だ。戦いだが、ああ、チェーンソーマンもやられた。コウモリの悪魔強すぎる。コウモリの悪魔、強いサメ。空を飛べるのはずるいサメ。こうなったらあれしかないな。俺たち2人で合体してあいつを倒すんだ。それサメ、行くぞ。合体サメ、しゃー、チェーンソーマン合体バージョンだ。おれー、何合体だと。第3話ではまだビームが出てきてないから合体はできないはず。うるせえ、ここはチェンソーマンとアニメモの狭間の世界だ。チェンソーマンの理屈なんて関係ねえぜ。行くぞ、ラッシー、イクサメ。さあ、合体したデンジとラッシー、2人で協力してコウモリの悪魔を倒せることができるか。おっと、噛みついた。あっと、倒した。やった、さすがは合体攻撃。チェンソーマンとサメの悪魔の合体は最強だぜ。イエーイ。うわ、こうしてラッシー王国に平和が訪れた。パワーちゃんもあの後悪魔の体の中から無事に救出されたって。よかったよかった。名勢たし、みんなしだね。